人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。何する、急に疲れたってなんだ。いや、もうところ疲れてんだよ。当たり前じゃん、2連戦してんだよ。知ってますよ。で、あの年寄りなんだけどさ、した疲れんだよ。よいしょ。さあ皆さん、お待たせしました。インスタライブのお時間でございます。本日はですね、本当は昨日なんですけど、土曜日なんですけど、予定をちょっと変更させていただきまして、本日日曜日、10時からということで、今から始まります。よろしくお願いします。さあ、今日もですね、10時5分になったらスタートしようと思います。現在80名の方にお越しいただいております。ありがとうございます。今日はね、ジャガさん いますので、一緒に出てくれますのでね、ちょっとお待ちください。そしてレジェンドだよ。すごいね、早いね。じゃあ JJ 君にも出さないとね。JJ 出ないですよ。出ないかもしれないけど、まあ一応ね、招待、よいしょ。現在130名の方にお越しいただいております。ありがとうございます。パジャマね、定番のパジャマでございます。こんばんは、こんばんは、多いですね。こんばんは、こんばんは、多いですね。熊本お疲れ様ですね。じゃあ、そこで映りませんよ、そんなことしても、うん。口になんかついてますか。あ、歯磨き粉ついたね。よくやるんですよね、これ。令和の空でも一回この歯磨きついたまま出ちゃうんでね。すいません、どうも。珍しく日曜配信、そうなんですよね。昨日ちょっとできなかったんですよ、すいません。ちょっと地方に撮りましてできませんでした、すいません。あ、もうアイアイ傘の写真ご覧になった方いらっしゃるんですね。ジャガーさんの今インスタね、久しぶりにジャガーさん投稿しております。夫婦でね、傘を一緒に、まあ、入ってるっていう、それだけなんですけど。今日東京はなんか暑かったらしいですね。熊本寒かったですよ。13度くらいだったかな。雨降ってね、結構寒いですね。明日東京は13度らしいですね。今日より8度9度下がるって書いてありましたね。いや、寒いね。うん、寒さ違う、違うとちょっときついね。まあだけどあれですね、僕らはまあ熊本いたのと同じですね。あ、そう。さあ、本日もですね、こちら、朝日の糖質ゼロを飲みながらお送りしたいと思います。さあ現在10時3分になりました。190名の方にお越しいただいております。ありがとうございます。10時5分もしくは、300名の方お越しいただいた時点でスタートになります。よろしくお願いします。ジャガーさんのインスタグラム、アイアイガーさん見ました。ジャガーさんインスタ見てるね、みんなね。もうちょっと投稿したらどうですか、ジャガーさん。うん、なんかもう3ヶ月ぶりぐらいしか投稿したの、あまりにしたくないから。さあ、寒いのも参っちゃうね。そこで本当ね、今週寒いらしいですよ、関東ね。え、なかなか桜咲いたんですかね、もうね。どうなんですかね、わかりませんけども、なんか行く前、金曜日にあと1週間ぐらいですね。あ、そうですか。じゃあまだですかね、今週中ぐらいですかね、咲くのはね。満開、ね、うんうん、そうですね。お、ジャガーさんが最初から出てくださり嬉しいですね。珍しいですね、こういうことね。詳しいわ。そして、JJ 君は全く反応してくれないって、ね、寂しいですね。さあ、アイアイガーさん多いね。そしてジャガーさんのお家かわいい、ね、ジャガーさんのお顔見たいです、ね、ありますね。まあ隣にいるんですけどね。そしてコメント読むわけでもないって、ね、もうすごいね。自分で読めんだろ。はい、さあ10時5分になりましたので、インスタライブスタートしたいと思います。医療法人リミ、鎌倉女子大学教授木下優勝です。はい、言ってください。しかも映ってないよ、映ってない。はい、ジャガ横です。なんかね、熊本では、おじゃが様ってね、呼ばれるかなんかが、そういうの話題になってましたね。すごいね、面白かったですね。さあ、まずは熊本の話題からいきましょうかね、ちょっとね。そうですね、せっかくですからね。馬刺し。急になんで馬刺しな、急にね。皆さん、熊本って行ったことあります？実は僕初めて行ったんですよ、熊本。あの、阿蘇山がある熊本ですね。東京から飛行機で約2時間です。約2時間乗って、熊本に、着きました。朝何時だったかな、10時ぐらいの飛行機乗ったかな。早いね。お昼ぐらいに着きまして、まあ天気良かったですね。
1日目すごく天気が良くって、土曜日ですね、土曜日の日に行きました。その夜ジャガーさんは熊本の駅の近くで、まあ、室内ですよね、屋内で試合がありました。それ女子プロレスが2試合ですか3試合ですかねと男子プロレスが3試合、まあ、2試合じゃないですし、うん、ですかね、必ず今熊本ではね春と秋に、駅前プロレスということで興行、あるんですよね。もう十何年続いてるという。いやすごいですよ皆さん、プロレスの会場行ったことある方は分かるかもしれませんけど、やっぱりね、盛り上がるときと盛り上がらないときって、やっぱり選手もやりにくいんですよね。盛り上がった方がやりやすいわけですよ。熊本の方はね、めちゃ盛り上がるね。びっくりしたね。もう選手がおーっとこう、なんかこう拍手をちょっと要求したら、うわーみんなすごい盛り上がるね。さすがですね。もう慣れてるって感じね。それで盛り上がるね。うん。暖かい国の人のが表現が豊か。やっぱりね、東北、北海道はね、盛り上がんないね。盛り上がんない、ね。聞いたの。はい。東北の。はい、まあ、僕も北海道だから分かりますよ。つまらないですかって言ったら、その北海道すると、はい、はいはい、表現が分からないだけだっていうことですね、うん、はいはい、そうですね。まあまあ、そんなことでですね、まあ大変盛り上がって、ジャガーさんも3対3の試合でしたね。6人タッグって。ああ、そうですね、6人タッグって言うそうですけど、まあその試合をして、まああれでしたね、お客さんも満員で ねすごかったね。素晴らしい。あ、お客さんがね、素晴らしかったですね。そしてですね、終わってからは、まあ、打ち上げっていうんですかね。そうだね、うんうん、打ち上げの食事会だね。これね、熊本行ったことがある方は分かると思うんですけど、駅前閑散としてます。なんかね、こんなに何もないのって感じですよ、駅前。コンビニも駅の中にしかないんですよ。まあ、まあ、駅はね、すごく綺麗ですけど、大きい。なんかガランとしてるね、周りね、熊本駅の周辺って。何これと思ったんだけど、そこからまあどうですかね、2キロぐらい離れたとこかな、もうちょっとかな、歩いてるか、わかんないですけど、車で10分ぐらいでしたかね、のところに歓楽街があって、そこはめっちゃ栄えてます。人めっちゃいたね、びっくりしたね。まあそこの中の、まあ、居酒屋さんで、まあ、ご馳走になるわけですけど、まあやっぱり馬刺し出ますね。熊本といったら馬刺しですね、うん、なんすか。ではさ、その眠そうな態度は、はい、ごめんなさい、ちょっとこっち映ってもらいます。ちょっと何ですか、あの、なんか意味はあるんでしょうか、ここに、どこに。隣で話し合えたのって。ああ、そうなんですか。はいはい。あ、これは、現地の方ですかね。市電で数分ですね。あ、これ路面電車走ってるんですよ、熊本ってね。びっくりしましたね。結構車となんかぶつかりそうで、ブーとかなんかやってましたね。で、昨日はまあ試合があって、夜まあごちそうになって、ホテルに帰ったと。まあいうところだったんです。今日も実はね、試合あったんですよね。駅前のこう、広場でね、屋外。そして今日はなんと雨というね、すごいですね、雨。ね、雨だったね。うん、それだけ。それだけですか。眠たいから喋んな。でね、ジャガーさんもまあ試合されたわけなんですけど、まあ試合はもちろんね、見てたんですけど、そこでね、最後にこうマイクを持って、うちの旦那も来てますからと何とか言ってくれたのはまあいいんですけど、写真とか撮ってやってくださいとか、なんか、旦那喜びますからとか、なんか いらんこと言うもんですから、たくさんの答えに写真を、撮ってくださいってこう来ていただいてですね、皆さんと撮ったわけなんですけど、あれはなんでそんなこと言うんですか。よかったぞ。なんでよかったじゃんだろう。ね、熊本初めて来たんだよ、熊本の人は初めてお前に会ったんだろう、喜ばしていいじゃん。なんか意味わかんないませんけども、まあまあまあ良かったですよ、本当に。雨模様なのに大勢の方いらっしゃいましたね。まあ、僕はちょっと濡れないね、こうなんていうんだろう、バスを待つというようなところにで見てたんですけど、屋根のあるところって言えばいいんだ。なんか一回一回突っかかるのやめてくれますか。もうちょっと話にさ、普通に参加してよ。っていうか、まあ頭がなんか悪いと思われちゃう、これじゃあ。さあ、あ、熊本にいなかったね、今日ね。いたじゃん。どこに。プラザホールの出口と、入れ口と出口。ああ、いたんですか。ああ、そうですか。も飛ばしていきますけども、まあ、くまモンには会えませんでした。馬刺しは食べました。まあ今日は天気悪い中でね、まあ、試合も全部5試合ですから、ね、すごいですね。もうザーザーぶりでしたけどね。ザーザーじゃなかったけど、でも、うん、でもそのことを言ってんじゃなくてね、城がね、そうですね、はいはい。まあそんなこともありましたね。温泉は入らなかったですよね。あ、KB ちゃんだった。あ、KB ちゃんって言うんですね。KB ちゃん、はい。あとね、
そのゼロワンっていう団体がね、まあそこに行くわけなんですけど、まあ、ゼロワンですよ、招かれてるの。ゼロワンと、うん、あ、ディアナ。ディアナと、はい、あと、栃木プロレス、うん。あ、違うんですか、ゼロワンと栃木ビル。あ、違うんですね。で、そこでね、必ず、ちびっこプロレス教室ってあるんですよ。例えば、こう、なんかスクワットやったりとか、ちゃんとね、こう、礼儀を教えるっていうか、そういうのをやるんですね、イベント的にね。昔からそうなんですよ。で、今日も見てたら、子供たちが参加して、まあ、10人、15人ぐらいだったかな。こんなスクワットやったりとか。あれ、すごい人気あるね。はい、そうなんですね。見たことあるんですか？なんだよ、それ。僕はちょっとね、感動したのは、最後にですよ。最後に、子供たちにね、マイクを渡して、お父さんかお母さんかに、お礼を伝えますっていうコーナーがあるんですよ。これちょっと感動したね、僕ね。小さい、まあ3歳ぐらいの男の子、5歳ぐらいの男の子かな、最初。マイク渡されて、どちらに言いたいですかって言ったら、お父さんに言いたいです。何を言ったかっていうと、お父さん、雨の中、プロレスを見に連れてきてくださってくれてありがとうって言ったんですよ。ちょっと心を打つね、そんなことを急に言えるんですよ。かわいいね。かわいいね。あとね、あれ十何歳の女の子かな、あのお母さんへって言って、今まで育ててくれてありがとうって言ってましたよ。涙。いや、ほんとね、これ僕すごくいい企画だと思った。プロレス教室を通して、ちゃんと、普段言えないようなね、親への感謝をちゃんと言えるっていうのがね、あれ、すごい。うん。本当に。そうだね。駅前プロレス。心あるね。いやー、心あってね。うん。まあ、大谷慎二郎さん。はいはい。ね、今、やっぱ、怪我で。はい。入院されてますけど。うん。そのね、やっぱ、復帰のために、みんな。まあね、応援してるんですよ。応援してますし。すごいね。でもね、大谷さんがもともとちびっこプロレスをやってたんですよね。あのね、やっぱりいじめ撲滅、うん。そうそう、実はね、いじめ撲滅の目的であるんですよ。プロレスってなんか暴力見せるようなところじゃないですか。だけど、それをそういうふうに使っちゃダメだということをちゃんと教えるんですよ。あれ、いいね。ほんといい団体だね。素晴らしい。他の団体もやってほしいね。ほんとにそう思います。そしてね、最後にちゃんと、保護者の方へのお礼をね、言える子供。それも素晴らしいね。ね。あ、そうなってほしいな。あれは、全国でやってほしいね。他の団体も見習ってほしいね。もしかして、プロレスよりそれに感動した？いやいや、そういうわけじゃないですよ。その中の一環としてね、そういうのもやってんだって、プロレスの興行って言うと、試合だけしか皆さん、思わないじゃないですか。そういう運動もやっぱりね、やっぱりね、そうやると、子供でプロレスラーになりたいっていう子も出てくるし、あのやってる団体もあると思うけどね。いや、見たことないね。もうゼロワンしか見たことないですけどね。試合見たことないから。でも本当にいいなと思いました。ゼロワン好きになるね。一緒にいるとね、ゼロワンの選手たち好きになります。いや、本当にそう、礼儀正しいし、なんか嫌なやついないですよ。中にはいますよ、嫌なやつも。余計なことやる。でもゼロワンはね、いないね。いいから、ね。うん。褒めてる。いや、誰も言ってないし、誰だって言ってないでしょ。何も言わなくていい。またもう、何も言ってんのかな、ほんまに。さあ、ジャガーさん、こんばんは。素晴らしい、いい話。そうですよね。ほんと、僕もそう思いました。さあ、次の話題行きたいと思いますが、ジャガーさん、ユタボン知ってますか？名前かしか知らないですか？あ、子供でしょ。そうそう、子供でしょ。そこまでしかわかんないですか？不登校の YouTuber ですよ。ああ、聞いたときある。うん。で、もう、ところが、不登校だったのに、なんと中学に通い始めて、この間卒業式の、あったっていう写真も出してました。ああ、よかったね。で、友達たちとカラオケ行っている写真とかもね、出ていて、僕もほっとしたんですね。ああ、で、ユタボンは、なんかこう、親父がそんなことさせてるとかね、なんか親父が金儲けのために子供を使ってとかね、もうすごい批判されたんですよ。で、うちの息子もよく批判されてましたので、なんかよく比べられてましたけど、まあちょっと全然違いますけど、タイプは違うけど、僕はね、昔だったらね、不登校とんでもないと思うけど、やっぱりね、今の時代自分で考えて、自分で行動するわけですよ。親がいらしてるわけじゃないじゃないですか。それはね、僕尊重してもいいんじゃないかなと思ったのと、で、ユタボンはまたね、自分の考えで、やっぱり学校行くということで、中学校へ通って、卒業もして、そしてね、受験したんです、ついに。受験もしたの。そしたら、不合格だったんですよ。
見たことすごい落ち込んでますという投稿をしてました。大衆見なよって。いやだからね、うちの息子も2年前3月の今頃も行き先決まってなかったんですよ皆さん、中学卒業中学浪人、いや高校浪人ですけどね。中学の卒業式の時には間に合ってなかったんですよ、この合格が。一人だけ、全生徒の一人だけ行き先不明という立場だったんですよ。だからなんかね、もう本当にこう人事と思えないっていうか、すごい心配してます。で、ユタボンがまた今日かな、なんか投稿してて、自分でこれから進路考えますと、はっきりするまではこういう SNS の投稿をやめますというような、うん、やっぱりね、ユタボンっていう子もね、うん、大人になってんだよ。ユタボンですけどね。ユタボンって言うんですよ、はい、あれわかんないけど、うん、多分本当に大人になってんだよ、うん、自分で考えられるようになって、うん、ね、自分で決めていくと、はい、で大人になってるなと思って、うん、嬉しいね。いや僕もね、本当心配してるって投稿してたんだけど、あの麻生先生ご存知ですかね、美容外科の。知らない。麻生先生が実は医学塾って塾もやってるんですよ。今年麻生先生のところに通ってた生徒はもうほぼほぼ医学部合格ですね。すごいです。そしたらね、麻生先生が手を挙げて、うちに来なさいと。高校なんか行かなくていいよと。この、大研って言って、勉強してね、高校が行ったと同じ資格を取って、それで医学部受けたらどうだと。多分ね、あの、麻生先生は、ただで見てあげるよっていう意味だと思いますけど。いや、私無理でいい。ちょっと無理だと思います。はい。まあ、中卒だから一応行けますけどね。いいなと。ちょっとね、62歳では、医学部入っても、入ったとしてもですよ、もう70以上で医者になりますから、意味ないです。うん、今日の昼間何食べたか忘れちゃう。いや、それもそうだし、お金をね、1億円ぐらいかかるんです、一人ね、医者作るのに。1億円使って、なって5年ぐらいしか医者できなかったら困るでしょ。なんじゃあ、あと120までいけないし。何いや、僕医者になって30年ですよ。まだあと20年ができるかもしれませんけど、やっぱり50年ぐらい医者やらないとさ、国がお金かけて作った意味がないじゃないですか。いいじゃん、5年か10年で。なったという満足感だね。いや、それ個人はいいけどさ、国のためにならんよね。全然な、自分のためにやってるから、ね。だから麻生先生がそうやって手を挙げてくれて、僕は良かったなと思ってね。ユタボンそこに行ったらいいんじゃないかな。だってユタボンがですよ、勉強して医学部行ったら、みんな本当にあのユタボンにこう批判してた人たち謝らなきゃいけないよ、これ。絶対そう思いますよ。医者なのしてないし。言ってないよ、言ってないけど、もしね、そういう希望があれば、うち来たらどうだというのを言ってあげてるんですよ。麻生先生、すごいなぁ。ほら、ここにだけめっちゃ忘れる。医師目指す。頑張ります。冗談でしょ、この人。何ですか、これ。77さん。冗談、シャレで言ってんでしょ、もう。ね、ほんまに。彼女もシャレに決まってんだから、宇宙するぞ。いやいや、そうね。いや、1億かかるんですよ。例えばね、私立の医学部って授業料高いって言うじゃないですか。それだけで決してなれません。国から補助が出るから医者になれるんですよ。1億ぐらいかかるんですよ、1人医者になるのに。すごいでしょ、皆さん。あんたが出せばいいんじゃん。え、なんすか。あんたが出せばいいんだよ。何が。私の授業で。何を言ってんの、一体。そもそも入れないけどね。ああ、そうです。まずは高卒認定の試験受けなきゃいけないしね。ああ、それがやだな、つらい。それ大変。そうね。さあ、JJ もよく頑張ったってコメントありますね。いや、あの時はね、僕は今よりも体重3キロ痩せてましたよ。あ、もうメンタル来てましたね、あの時ね。JJ もそうでしょうけど、親も辛かったよ、あの時は。だからね、なんか気持ちわかるんですよ。こう、ユタボンもどうしようと。将来真っ暗な気持ちだと思うんですよね。まあ、でも本当に麻生先生のところにね、一回話してみるのもいいかなっていう気がしました。いや、自分で選べばいいの。うん。そうですね。さあ、続いて、医学情報いきましょうかね。